はい、チーム T6 さん、皆さんこんにちは、トシです。いつもありがとうございます。この2曲はね、パクリなのかっていうね、ちょっとね、またね、そういうお話しようかなと思うんだけど、あのさ、青空じゃない、間違えた、日曜日よりの使者っていうさ、ブルーハーツ、ハイローズか、ちょっとそこわかんないんだけど、あの河本ひろとさんがね作ったやつね。これさ、僕さ、河本ひろとさん の作品って、もちろん、有名な曲がいっぱいあるからね、ヒットした曲いっぱいあるでしょ。だからそういう曲しか知らないんだけども、いつも思うのが、すごいシンプルなコード進行でね、いい曲書くよなって、センスいいよなっていつも思ってたんですよ。で、バンドの方はね、そんなちょっと追いかけてるわけじゃないんで、どれがそのハイローズでね、どれがブルーハーズでクロマニオンズかとか、そういうの分かんないんだけど、まあもちろんね、この日曜日よりの試合はね、もちろん知ってるんだけれども、で、あ、すごいね、こんなね、簡単なね、単純なコード進行でね、いいメロディー書くよなと、まあコード進行がね、単純なだけに、似ちゃう曲ってね、確かにいっぱいあると思うんですよ。でね、これはたまたまその教えなきゃいけなかったので、人に。それで YouTube でこう見てて、で、下の方のさ、コメント欄にさ、やっぱいい曲ですよねっていっぱいダーッとあるじゃん。で、その中で元曲はこれだよねっていうね、のがあったの。え、元曲ってあんのと思って、で、それを聞いてみたら、まあ、確かに、あ、これはすっげえ似てんな、やばいな、やばいなって、俺がやばいと思う必要はないんだけども、え、これはどうなんだっていうのがね、あったのよ。で、まあまあ有名な話らしいね。ちょっと僕も分かんなかったんですけど、で、下の概要欄に貼っときますけど、ここでちょっと出せないんで、聞き比べてみると分かるんですけども、これはですね、ザ・カーター・ファミリーっていうところのグループでね、キャン・ザ・サークル・ビー・アン・ブロークン、すごい日本語の英語だけどもさ、そうっていうね、これね、聞くと確かにね、ちょっと民謡っぽいんだけど、小説数もちょっと違うんだけれども、やっぱ一番有名なさ、出だしのさね、あの辺がさ、出だしっていうか A メロのね、出だしね、あの辺がさ、やっぱ一番さ、美味しいとこがさ、まあ同じっちゃ同じなんだよね。で、これはいろいろちょこっと調べたら、やっぱりいやー、これはもう許せんっていう人もいるんだけども、全然パクリじゃねえかってね、言う人もいるんだけども、僕の見解としては、これ僕の憶測ですよ、完全憶測なんだけど、この曲は例えば河本ひろとさんがこれを聞いて、よし、この曲をパクろう、よし、この曲に似てる、パクって作っちゃおうって思ったかというと、違うんじゃないかなってちょっと思うわけ。じゃあなんでこんなに似ちゃったのかなっていうと、まず一つは、まあ、当然コード進行が非常にシンプルというか、このね、このコード進行だったらほぼ同じようなメロディーが出てきても不思議はない。まず不思議はないんだけれども、でもそれにしてもちょっと特徴が似すぎてるなっていう気はする。で、じゃあどういうことかっていうと、例えばこういう河本ひろさんがは、古い曲が好きなような気がするのよ、順に僕の考えだけどね。まああんまりさ、ラップ聴いてるとは思えないんだけれどもそれ勝手な思い込みだけど、だから古い曲をいっぱい聴いてて、それでこの曲が頭に入ってたとね。で、自然にこの日曜日の使者をふーっとメロディー作った時に似ちゃったとね、単純に昔聴いたことがある曲に似ちゃったとな感じじゃないかなと俺はね思ってる。これを聞いてさ、よし、パクろうってね、やんないんじゃないかなと俺は思うんだけどね、わかんないですよ、それはわかんないですけどもね。だから、そうそう、昔ね聞いてたのがこう出ちゃったのかなぐらいにはちょっと思いますね。っていうのも完全に同じじゃないんだよな。まあまあ、でも難しいところですね。でね、じゃあまあそれはいいや。で、もう一曲の方ね、これは僕もねちょっと驚愕してしまったんですけども、これはねすごくね、僕はねショックでしたね。50歳から60に近い人しか分かんないかもしれないんだけど、もう一曲はフィンガーファイブのですね、上級生って曲があるんですよ。この上級生って曲は恋の大予言っていうね曲があって、それと両 A 面みたいな形で出したのね。で、恋の大予言の方がちょっとこう、なんていうのかな、イントロに呪文が入ってたり、ちょっとこう面白い曲なんで、そっちの方がヒットしちゃったんだけど、上級生もちゃんと両 A 面的なシングルで確か出してるんですよ。で、僕も大好きな曲で、そう、すごく派手な曲じゃないんだけど、めちゃめちゃこう好きな曲だったんですよ。で、これがさ、もうさ、ついこの間初めて知ったんだけどさ、
僕ね、あの女性のあのボーカルグループ、昔のシュープリームスとか3ディグリーズとか、あ、まあもうちょっと新しめで言ったらそのアバとかね、ノーランズとかさ、ね、そういうのも好きですさ。でそう、昔のもね好きなんだけども、それでロネッツってあるじゃん。でロネッツってビーマーベイビーしか知らなかったんだけど、その他の曲もちゃんと聴きたいなと思って CD 買ったんですよ。そしたらさ、なんとさ、その上級生が入ってんじゃん。もうびっくりしちゃって、上級生じゃんこれって、全く同じ曲が入ってるんですよ。でこれはねかなりびっくりしまして、そしてちょっと調べたんですけども、例えばこの上級生がさ、誰々作曲、プラス、なんとかとか、あの外人のね、そのロネッツの曲を作った人がプラスになってるとかさ、作曲者がそっちのロネッツ作った人で、で編曲がその日本人とかっていうあれなのかなって思ったの。だって同じだなので、曲が全くだね、そう思ったのがさ、したらさ違うね、ちゃんと作曲者にですね、作曲と編曲のとこですよ、両方に井上忠夫って書いてあるんですよ。これ悪友なんですけど、作詞はで、井上忠夫っていう人はですね、ブルコメッツですね、ブルコメッツであのフルート吹いてた人なんですけども、で僕この井上忠夫さんが作った曲って結構いっぱいね、あのいい曲いっぱいあるんですよ。あの恋のダイヤル6-7-0もそうだし、学園天国もそうですね、フィンガー5のね、あの個人事業は戸倉俊一なんですけれども、まあそのそういろんなね、バンプ天国なんかもあれか、井上忠夫か、まあね、そういい曲いっぱい作ってるし、そう いい作曲家だなってすげえ思ってたんだけども、このロネッツの、ね、Do I Love You っていう曲なんですけども、これはねもうねやばいっす、やばい、もうレベルなんですよ。頭からお尻まで全部同じなんですよ。頭からお尻まで、あのほら普通さ似てるってのはさ、ここの2小節だけ似てるよねとかさ、ね、そういう感じじゃん。あ、ここのね、とかパクったな、あとは全然違うなっていうのが多いじゃないですか。だけどこれって頭からお尻まで、イントロからお尻まで全部同じで、コード進行少し違ったりしてるんですけども、ほとんど同じで、しかもこれメジャーセブンの音遣いって結構やってて、リフもメジャーセブンの音遣いしてるんですよ。でそこも全く同じなわけですよ。でコーラスもメジャーセブンの音遣いが全く同じなんですよ。でこれはね絶対おかしいんですわ。これはあの偶然は絶対ありえないんですよ、これは。なのでこれね、井上忠夫さんね、これやっちまったなと感じですね。これは完全に悪いけど悪意がある、悪意があるっていうか、あ、ロネッツのこの曲いいな、これちょっと パクロっていうか、こうね使っちゃおうってやったに違いないと私は思います。っていうかそうじゃなきゃできない、こんなに同じ曲ができない。でもこの当時ってさ、まあ、ロネッツはさもうちょっと前なんだけど、まあ、他の人がさやっぱさ、これ1973年なんですけども、上級生はですね74年かで、ロネッツは多分70年ぐらいかな、だからまあ4年ぐらいの差はあると思うんですけども、にしてもね結構、まあ、Be My Baby ほどじゃないけどもね、知ってる人多かったんじゃないかと思うんだけどもね、これ誰か言わなかったんですかね、でこれロネッツの Do I Love You じゃないのってね、まあ、当時は平気だったんですかね。そう、これは僕もちょっとショックでしたね。まあ本当ね、概要欄に貼っておきますので、聞き比べると、あ、本当だって思うと思うんですけども ね皆さんねどう思いますかねと思ってね、はい、まあ正直ね僕もね、あれですけどね、そのパクらないように一生懸命やるんだけど、パクリはしませんよ、パクリはしないんだけど、あ、ここってあれ似ちゃったなってあるんですよ、やっぱり。でそういう時に突っ込まれないように、あ、じゃあコード進行変えようとか、メロディーのこのちょっとだけ変えちゃおうとかやるんですよ、正直言っちゃうとですよ、うん、ここ似ちゃったなってあるんですよ、どうしたって、そういや似ちゃったなって。でも、まあ桑田佳祐だって結構ポールの曲に似てるのいっぱいあるんですけども、ね、トトに似てるとかあるんだけど、まあでもまあちょっとね変えたりするわけですよ、全部同じってのはありえないんで。でもね、このそう上級生に関しては全部同じです、はっきり言って。日曜日よりの使者は、まあ、出だしのあのね A メロの特徴的な部分が同じだから、これはどうかなっていう感じですけどもね、はい、そんな感じです、はい、また聞いてください、ありがとうございます。